はい、皆さん、こんにちは。水球のサトシです。今回はですね、ちょっと動画の内容に入っていく前に、謝らなければいけないことがあります。先日土曜日に投稿した動画の注目選手についてなんですけれども、早稲田大学の蹴鞠吾郎選手を4年生と言ってしまいました。実は3年生です。すいませんでした。はい、という感じでね、今回の内容入っていくんですけれども、タイトルとサムネ見てもらったらわかるんですけれども、まあ、せっかくなんで早稲田のスタメンを 予測していこうと思います。はい、ちょっとね、早稲田対大垣東なんで、大垣東の方も予想しようと思ったんですけど、ちょっと僕あんまり詳しい選手わかんないんで、ちょっと今回は早稲田だけになってしまうんで、そちら申し訳ないです。では早速僕が、予想するスタメン見ていきましょう。はい、こちらです。まず右サイドから、1番が蹴鞠吾郎選手かなって思ったんですよ。1番と2番、2番は僕、岡田遼選手だと思うんですけど、このどっちになるか分かんないんですけど、でもこの2人が右サイドだろうなっていうのはあるんですけど、やっぱり1番が蹴鞠吾郎選手がちゃんと奥までボール引っ張ってって、ちゃんとね、左サイドがね、攻撃しやすいように2メーター展開するんじゃないかなと思って、まあ、1番に蹴鞠吾郎選手を僕は予想します。で、2番に岡田遼選手ですね。蹴鞠吾郎選手がちゃんと展開したのをつないで、まあ、蹴鞠吾郎選手からもね、多分左とか飛ばすと思うんですけど、まあ、中継役だったり、そのディフェンスからオフェンスに切り替わった時のゲームの組み立てとかですかね。はい。なので右サイドはこの2人なんじゃないかなって僕は予想します。で、センターバックは土橋弦選手ですね。これはもう4年生で、はい、長崎から襲名、早稲田行った選手なんですけど、現選手は、もう、なんだろう、ディフェンス重視っていう感じなんで、まあ、この選手もディフェンスからオフェンスに切り替わった時に、まあ、つないで、前につなぐっていう感じだと思うんですけども、センターバック、そうですね、はい。で、左サイドは、4番に、まあ、最初は田中要選手が来るんじゃないかなって思うんですけど、いや、迷いました、これ。はい。最初はね、とりあえず田中要選手が4番に来て、5番に戸田風雅選手が来るんじゃないかなって僕は思ってます。でも、おそらくここは入れ替わったりどんどんしていくんです、していくと思いますね、僕は。はい、もうどっちが攻めてもいいと思いますし、田中要選手があまりシュート決まらなくなってきたら、そこポジション交代するとか、決まりだしたらずっとそことか、まあ、なるんじゃないかなって思いますね。で、フローターについてなんですけども、三軒と早稲田が試合した時は、フローターを置いてなかったんですよ。で、なんで置いてなかったかっていうと、その三軒のセンターバックで、まあ、めちゃくちゃ強い川原邦夫選手というベテランの選手がいるんですけど、力じゃ勝てないから、フローターを置かないで上から攻めようっていう感じだったのかなって僕は思ってたんですけど、まあ、早稲田と大垣東、まあ、高校生相手なんで、まあ、フローターは十分通用すると思うんで、土橋颯太選手が、まあ、センターに入るんじゃないかなって思います。まあ、でもね、この塩原修選手もセンターやってたりとかしてたんで、まあ、そこは交代交代で入ってくると思うんですけど、スタートとしてはね、やっぱ土橋颯太選手の方が、オフェンスもそうですし、まあ、ディフェンスも、まあ、ある程度、早稲田の水球に順応してるっていうか、やりたいことが、もうおそらくもう頭の中に浸透してきてるんで、共通認識がちゃんとみんな持てた状態で、フローターで、まあ、プレイできるんで、土橋颯太選手が入るんじゃないかなって思いますね。はい。キーパーは谷健太郎選手です。このキーパーはもう止まりだしたら止まります。もう入んなくなっちゃいますね。早稲田大学と岐阜県大垣東高等学校のどういう試合展開になるかなっていう予想もしたいんですけど、まあ、早稲田は大学なんでインカレでもいい成績残してますし、日本選手権予選も1位通過したんで、本当に実力のある大学のチームなんで、まあ、もちろん高校生相手には負けてらんないっていう気持ちで臨むと思うんですけども、早稲田がもし勝つってなったら、外周からのシュートも決まるし、外周プレス来たら中落とせば中がセンターで、得点決めたりとか、体勢誘発して体勢ゾーンでバンバン決まるっていうのが、まあ、早稲田がね、勝利するケースなんじゃないかなって思います。で、岐阜大垣東が勝つってなったら、どういうケースであり得るかっていうと、まあ、岐阜がね、オフェンスで勝つってより、ディフェンスで先に仕掛けて、例えば下がりのディフェンスとか、まあ、この間システム的なディフェンスがうまいチームって言ったんですけど、まあ、下がって外周から打たせる、早稲田が外周から打って、それをキーパー大角駿介選手が
止めると。で、岐阜の下がりは、まあ、もちろんうまいんですけど、そのただの下がりってよりもちゃんとコースに入る下がりなんで、まあ、それが下がりなんですけど、下がってもちゃんとシュートコースで入るっていうディフェンスがハマれば、早稲田は外周であまり得点できなくなって、崩しで中に入れ始めたりとか、外周から打って、まあ、打たされるシュートっていうのを何回も続いて、そこから大垣東がカウンターと。で、カウンターから体勢誘発とかなって、まあ、得点にね、つながるっていうケースがね、いっぱい重ねば、まあ、大垣東も十分勝ちはあり得るんじゃないかなって僕は思いますね。早稲田のディフェンスは下がりだったんですけど、僕は今回プレスで行くんじゃないかなって勝手に一人で予想してます。やっぱり社会人チームとか大学生とやったらフローター相手、まあプレスでやってたらドライブ行かれたりとか、なんか落ちた時に体勢になってしまって、早稲田はメンバーマックスメンバーインしてないんで、もともと部員があまり多くない方なんで、なのでスタートメンバーの人が、まあ、2つ体勢ついてしまって、もう交代しないと次に体勢したら永久体勢になってしまうってなった場合は、アグレッシブルなディフェンスできなくなってしまって、相手のやりたいように攻められてしまったりするかもしれないんで、まあ、その高校生相手ならプレスで押し切れるんじゃないかなって僕自身は思ってるんで、そこはね、最初プレスでいって、おそらく、まあ、1ピリ目にね、体勢とか重まなければずっとプレスで行くんじゃないかなって思います。体勢がリーチが出始めてから下がるんじゃないかなって思いますね。逆に岐阜はどうなるんだろう。やっぱり4番5番に打たせたくないから、特に4番からですね、4番から打たせたくないから、まあ下がる 1,2,3 番下がりの左側はプレスっていう感じになるんかな。それか早稲田のオフェンスに対しての2番と3番と4番の間にディフェンス入ってギャップ、まあ、主に 1,2 番が動いて 2,3 番のディフェンスが動くっていう感じになるのかな。でも岐阜のセンターバックが強ければそこ上間入るって必要もないのかなって思いますし、1枚下がりってなるんで別に中に下がる必要ないんじゃないかなとも思いますね。どうなるんだろう、楽しみだなこれ。皆さんもぜひ、岐阜がどんなディフェンスをするのか、どんな攻め方をするのか、早稲田がどういう攻め方をして、どうやってポンポン点決まっていくのか、または岐阜が打たせるディフェンスをするのか、早稲田は下がるのかプレスなのか、ぜひねその辺も注目して見ていただければ、まあ、面白い試合になるんじゃないかなって思います。はい、この試合は、まあ、高校生からしても大学生からしても一番興味が高い試合なんじゃないかなって思うんで、まあ、高校生からしたらね、高校生の1位として、まあ、早稲田に勝ってほしいっていう気持ちもありますし、大学生からしたら、いや大学生として高校生を圧倒してほしいっていう気持ちもあるんで、もう一番注目されるんじゃないかな、この最初の試合は。いや、三県と日体も注目されると思うんですけどね。はい、なのでこちらね、皆さん予想してみてほしいです。はい、まあ、どっちが勝つかっていうのはね、一概に言えないですし、なんかそこはひいきになってしまうんで、まあ、僕は、まあ、どっちが勝つかっていうより、こっちが勝つ理由、こっちが勝つ理由っていう、そのどっちのチームの長所をね話して、まあ、それでね終わりにしていきたいと思います。あまり負ける理由をね別に話してもなんか面白くないですし、そこは注目してほしくないんで、やっぱりチームのねストロングポイントを皆さんに注目してほしいんで、はい、その辺楽しんでもらえればと思います。おそらくこれ水球見てる人しかね見てないと思うんですけど、ちょっと友達に日本選手権一緒に見ようよとか、一緒に動画で見ようよってね誘う場合はね、こういう動画を見せて、このチームをね、ここがねもしかしたらね得点するかもしれないんだよ、ここが下がるかもしれないんだよみたいなのを、まあ、水球やってない人にね語ってみてもいいかもしれません。ということで本日の動画は以上となります。バイバーイ。